まずはね、決勝進出、まあ、ほっとしたってとこ。そうですね、もうほっとしました、ね。はい、あの清水の後ろはどう？久しぶりだったんですけど、うん、まあ、もうすごい強かったですね。ね、はい、あの安心感ある？いや、もう前後すごいプレッシャーで安心感というかプレッシャーの方が大きかったですね。あの前より後ろの方のプレッシャーがきついんじゃないの？いや、小倉さんのプレッシャーもありますし、うん、前のヒロトも SS なんで、うん、まあ、すごい緊張感ありました ね、 ね。あのシャバンがね、やっぱりちょっと4馬車とか来てるとね、それで番手回ってるっていうところも、そうですね、なんか、うん、この並びでいいんかなっていう。まあでもね、しっかりと位置が取って、もうそこは恵まれたんで、うん、はい、あのどう、師匠と一緒に走るってどういう気持ち？そうですね、まあ、自分が自力の時とまた違って、前回してくれて、うん、番手っていうのはやっぱり技術が全然追いつかないし、うん、僕もできること限られるんで、もうそっちの方がすごい緊張感あります。でもね、やっぱり後ろから見て、あの終わった後にね、はい、やっぱりその、まあ、脚力的なものは別にして、あの技術的なものとか、あとはコース取りとか、はい、そういうのってちゃんとアドバイスあるでしょ？そうですね、けど、うん、やっぱり走りながらっていうあれなんで、うん、もう全然僕には難しい感じですけどね。まあ、でもね、あの数重ねていけば当然で結果がついてくると、やっぱりそれなりになっていくと思うし。そうですね、基本みたいにもうほんまに恵まれたら、一着取れるんかなっていう感じですね。まあ明日もね、もうチャンスはあると思うんで。はい、もうチャンスが来たら。師匠はちゃんと後ろ回るって言ってるから。そうですね。どうなっても、前がいてもいなくても。はい、ああ、しっかり頑張ります。で、この間見たらね、先行中に握ったりしてたしね。そうですね。まあなんか、そっちの方が気楽で僕の中ではいいんですけど、はい、まあ、とりあえず明日も頑張ってください。はい、しっかり頑張ります。はい、ではあのカメラに一言、決勝戦もしっかり頑張ります。応援してください。